なぜ逸見はあんな死に方をしたのか。この中の誰かが彼女を殺した。彼女は女子高生作家なの。2年の高岡潮です。私が作家デビューしたのは中等部の3年。なんとなく書いた小説が思いがけず賞を取っちゃって、逸見先輩から声をかけられた時、私足震えてた。そんな時だった。あんまりにも騒がれるから本当のことが言えなくて。高岡しよ、ごめん。それから数週間後に逸見先輩は死んだ。暗黒女子。